ビエラってペコーラじゃないって思ったの。え、これなんかウサギちゃんみたいな感じペコじゃん。なんか耳が大きく発達してるのが特殊。え、もうこれペコーラのためのキャラクターなんかなって思って、10年後のペコーラやん。え、しかも格好もちょっとペコちゃんに似てるっていうね。とかドエロいし。そう、まずちょっと気になったのがビエラ。え、よくない？めちゃめちゃよくない？ララフェル、え、かわいい。もうこんなんずらいペコじゃん。こんなんかわいいよ。ずらいよ。この2つの種族で見てて、わあ、この2つの種族どっちにしようか、あー悩むなーってね、ペコーラ思ってんの。え、どっちがいいと思う？普通にヒューランとかでもさ、すごいかわいいペコだしさ、いいなと思ったペコなんだけど、でもペコーラの特徴正常、まあ、ビエラ普通にペコラっぽい、ウサ耳ペコラついてるペコだし、でもララフェルは普通に可愛いねえ、まあ、一旦作ってみるは物が試し、物の試し、どっちか可愛く作れた方にしようかな。まずビエラからちょっと良さげ、なんだこれ、ラバービエラとビナビエラ、ラッコ、あ、でもペコアラはあれだな、耳白いからこっちにするか、かわいい。あ、ここから選べんだ。え、もっとでかくなるのこれ。いや、あんな、え、すごい、元から身長高いんだ。およそ178センチって、ペコアラさん耳入れて160、耳入れなければ160、あ、耳入れて160ちょいなのにさ、これあれだね、もう低い方がいいかもしれない。ペコだ、元からでかいペコなんだね。胸はもうペコちゃんと同じぐらいにするしかないよな。こんぐらいかな。ちょっと抑え気味だけど、まあ、こんな感じで変ではないよ。ペコーラの胸と同じぐらいにしたい、したい。ペコーラを作る勢いでやってるから。ハテナじゃねえペコだよ。いや、さすがにこんなに、胸ぺったんではないぞ、ペコーラ。普通にあるかな。まあ、胸は大きくいきたい。0か100の方式やめろ、すいません。いや、ペコーラさ、結構さ、キャラクリ好きペコだけど、0か100とかにね、やっちゃう時あるんだよな。他のちょっとステージ見て、確かめよう。なにここ、めちゃめちゃいい部屋じゃん。ちょっと暗い、明るいところがいいな。明るいところ、あ、ここら辺明るそうペコだ。なんか綺麗だね、もうここから見て綺麗ペコなんだけど。なんか雪のような感じにしたいペコだね。いや、ペコのキャラクリでもワンチャン24時間かかるからごめんね。こいつ、こいつなかなかゲームに来ねえなって思ってる人いるかもしれないペコだけど、キャラクリって一番大事ペコだから、一生使っていくもんペコだから、当たり前だ。ここに何時間もかけてもいいペコ。ああ、いい、あ、この色いいかもしれない。大事よね、一番大事にしなきゃいけないペコだから。ああ、てか何種類もあるのすげえペコだから、あんまちょっと大差が分かんなくなってきたな。ちょっと見すぎてなんか大差が全然分かんなくなってきたペコだ。こんぐらいにしようかな。あ、後からでも変えれるペコなんだ。あー、髪型ー、何があんの、上から見てこう。あ、かわいいじゃん。え、かわいい。あ、ペコら前髪ある方が好きかも。前髪ないよりかはある方が好きだな。やっぱお姉さん顔してるペコだね。うわ、いい、こういうモフモフっとしたなんか感じのウサちゃん、かわいい。あ、ポニーテルかわいいね。なんでこれ後ろモコってしてんだろ、これこれどういう形これ、すげえ後ろモコっとしてるけどかわいいの。あ、お花つけちゃう感じね。あー、いいね、お姉さんって感じ。今前髪ありのかわいい。あー、なんかクールビューティーキチラ、クールビューティー、いいよクールビューティー。あー、嫌いじゃない。
むしろ好きかも。あーいい、こういうさカジノにいてほしい。カジノとかでさいてほしいかもしれねえべ、こんな姉ちゃんが。いいいい、あ前髪ある、あいいいい、なんかちょっとさ気の強そうな姉ちゃんだけど、なんか仲良くなるとなんかすごいデレデレしてくる感じになってほしい。あかわいいね。いやペコーラね、FF10 でもルール推しだからね。あー、悩ましい。あ、二つ結びあるペコなんだ。あー、二つ結びにしようかな。あ、これにしようかな。前髪あるペコだから。ここから変えてくわ、ここから。あ、髪色選べる？きちらー、うさなペコラ作ろう。まあね、ペコちゃんの色。この色かな、この色だよね、多分。これちょっとあれペコだもんな。あ、こっちか。いや、ちょっと青みがかった方がいい気がする。で、これ白にしたらどうよ。あ、いい。何メッシュって、これメッシュ、ん、あ、これペコーラじゃない、これ、これメッシュを入れる、これ外すと、あー外せ、外すと単体だけか。ペコーラ白も入ってるからな、髪の毛に。逆だと思う、え、どういうこと、逆？え、でもこれ、でもこれさ、こうしてこっちが白ってこと？あー、なんかかわいい！あ、耳が青いからか。こうで、あー、なんかかわいい、かわいい！これはこれでかわいいな、普通に。この色かな。え、待って、めちゃめちゃ興奮するんだけど、ペコーラ。まだキャラクリ時点でこんなに興奮してんだけど、キャラクリでこんだけさ興奮できるってことは相当やばいぞ。え、めちゃめちゃ、あ、なにこれ、顔が選べんのか。あー、お姉さん、うん、お姉さん、ちょっと幼い、あー、お姉さん、待って、でもこっから可愛くしていけばいいから、ちょっとペコちゃんは顔が甘いところがありますから、自分で言うのもあれですけど。これ何？あ、顎？顔はシュッとした方がいいペコだな。これなんだ？目。あ、垂れ目とかできるペコなんだ。はい、今もうこれですな、これ。あ、待って、もう一度見て。ワン、ツー、スリー、フォー。あ、フォー。ちょっとケバク行こう。で、目は大きく、女の目は大事だからあんたたち。で、ペコちゃんはオレンジね。目はオレンジ。オレンジのちょっとこんぐらいかな。あ、いい。これ何？眉ね。丸眉ありますか？丸眉。ちょっと眉見えてないけど。え、待って、眉ある、これ、ちょっと待って、見えないんだけど。あ、すまん、眉毛あるか、この子。ん、まだ眉あるか、これ。拡大できるよ。どうやって拡大するの、これ。拡大、あ、ズーム L1 とこれで、ああ、あるわ。あー、なるほど。もうわ、まだ眉作りてー、まだ眉できない、めこかな、まだ眉。あー、なるほどね。ちょっと凛々しいのもあるけど、このちょっと平坦っぽい感じの方がちょっと女の子っぽい感じがするね。これは鼻の、うわ、鼻の形大事よ、一番。あー、これちょっとウサギさんっぽい。ん？何が違うの、これ。同じか？ 1 と3同じっぽそう。あー。うわ、これウサギっぽくね？ 1 か5だな。うわ、5かわいいかも。あ、これ上に上がってるタイプだ。これも上がってるタイプだ。うわ、なんか5がかわいいかな、5が。ねえ、5もかわいいペコだよな、これ。
一回語で合わせてみるか。口の形重要。みんなはさ、ぷっくり口と薄い口どっちが好き？ペコアラは薄い口。あるかな薄い口。これがタイプ1。あ、ちょっとぷっくりしたね。あー、いい、こういうの好き。あー、エロい。なんかキスさせてくれそう。チューしたい。ちょっと悩むな。3回読んだな。3回読んだ。え、なんかチューしたいな、これだと。こんぐらいか？これ、あ、これかな。あ、これだな、ペコちゃんの薄い口。待って、可愛くないか？嘘だ、ペコーラ。なにこれ？唇の色、濃い、薄いがある。あ、待って、まず唇は、あ、いい。あ、チークだな。入れるならチークペコだよな。
全然入ってるかが全然わかんないペコなんだけど。ムービーで公開するぞ。え、なにムービーで公開するぞとか、どういうこと？公開しないペコでしょ。こんなにもさ、愛情を持って作った子をさ、ちょっと濃いな。んなわけないでしょ。これで薄くしたらいいペコかもな。あ、いいいいいい。なんかちょっと走ってきて、冬は寒いペコだみたいな感じで、ちょっとほっぺを赤ら、赤、え、かわいい。めちゃめちゃ可愛くできた気がする。あ、これ下にしてペコな。あ、声のタイプあんな。あ、かわいい。あ、なるほどね。あ、ちょっと、ちょっと お姉さん強そうだな。あ、なるほど。あれ、あれ、なんかビールでも飲んでるかのような。ちょっとあれだね、ボーイッシュになってきたね。ちょっとボーイッシュだな。タイプ1がいいな。え、待って、これさ、怒ってないやつ聞きたいペコだな。これ掛け声さ、変えれないの。あ、借りた。タイプ1気になるね。あー、なんでペコーナに今微笑みかけた。もう一度。あー、近い近い。ねえじゃん、こんなん。いや、もうタイプ1決定です。ウサラペコアラできました。ドエロい、ドエロい姉ちゃんの完成。見た目、顔だけ見るとすごい少女っぽいけど、体はドエロい体つきのウサラペコアラ。あ、これでいいのか。どう、どうペコですか。あれもララベルも気になるんだよな。ここまでの外見データを保存しますか。はい。え、ここでいいのか。あ、保存した。ん、あ、保存できんな。何これ、キャラクターの誕生日を選べます。だって、あ、じゃあペコーラの誕生日にしていいのかな、これ。ね、ララベルも作ってみたいけど、まずこれ誕生日しなきゃいけねえの？誕生日にしてみるわ。誕生日1月の12日。まあ、なんだなんだなんだこれ。守護神！守護神なんて選べんの？氷河と戦争を司る女神にして春王ね。氷属性なんだって。あ、これも氷属性？みんな氷属性？一旦戻って平気。え、どうやって戻んのこれ。あ、これどうやって戻んの。え、これ終わり、シュシュルにしていいの。ペコラ目指していこうかな。ロリ巨人をね、大事ペコだから。あ、いいね、ここにしよっかな。ちょっと待って、ビエラの倍以上髪型あるペコなんだけど。え、どう
ポニーテールなんだ。あ、カチューシャしてる。あ、耳があったからなのか。新しい種族っていうのもあるべくなんだ。ビエラも次のアップデート増える。あ、そうなの？楽しみべくだね、それ。めちゃめちゃさ、なんかビエラの倍ぐらい、なんていうの、この下げるやつがあったべくだから、びっくりした。あ、二つ結び。なんかこの子なんでもにゃ。なにこの髪型、パイナップルべくじゃん。あ、ショートヘアいいな。普通にの、なんかこの子が人気なのわかるわ。かわいい、何してても。ツインテールいいべくだな。ツインテールいいな。めちゃめちゃ。あ、これちょっと大きいツインテールべくだ。歩く姿を思うとか絵本あたり見たくなるペコじゃん。いや、ビエラも可愛くできたペコだからな。お姉さんパ、あ、いいね、ちょっとなんかイケイケな感じペコだね。ダンスとかやってそう。あ、可愛い。この髪型さっきの黒髪あったペコだね。あ、ショートも似合う。あ、おさげ。あ、やっぱポニーテールは王道だな。いいね。ちょっとお姉さんっぽくなるべくだね。ボーイッシュ。あ、ちょっとここら辺ボーイッシュが入ってきたべくだね。あ、こういう髪型好き、マジで。オールバック大好きべくなんですけど。あ、いいね、くるくるくるって感じ。え、待って、今これにしようかな。これめちゃめちゃいいやん。これちょっと普通にかわいい。上に頭にたわし乗ってるペコだけど、めちゃめちゃいいペコじゃん。いいな、ハンバーグ乗せてるみたいじゃん、ハンバーグ。かわいい、この髪型。普通に下ろすのもよ。あー、めちゃめちゃ種類あるね。これにしようかな。これにしようかな。めっちゃ可愛い、これも。でもやっぱツインテールかな、ペコーラなら。あ、これ可愛いな。これがこれだわ。でもペコーラの量的にはこっちかな。髪の長さとかも考えると結構長いペコだから、これ可愛いんだけどな。これで一回やってみようかな。もしかしてまだ始まってませんか。はい、まだです。あ、結構光ってるな。抑えめの、抑えめないかな。なんか色のバリエーションもいいね。すいません、まだキャラクリです。すいません、まだ始まってもないです。いや、始まってはいるペコです。始まってはいるんですけど、あの、今興奮してます。え、吉田と同じ髪型。吉田さんな、あんたたち。マジね、あのラジオ聞けばわかると思うペコだけど、ラジオでも突っ込まれ、言われたからね。ラジオも聞いてほしい。ラジオでもね、言われたペコだから、その吉田さんに関しての。吉田さんな、マジで。あんたちの友達じゃないんだよ。マジ、ラジオでも突っ込まれた、それ。これペコちゃんの、ちょっと。なんかかわいいな。もうちょい明るく目のないかな。これだな。ちょっと灰色っぽくなっちゃってんな。ここぐらいにして。あー、ちょっとなんか青のメッシュっぽいのかねえな。マジで青。いや、でもペコラっぽい色になったかな、これ。ここら辺がいいね、ここら辺が。何がこれ。
ほどな。こっちの方がちょっとメスっぽい顔してんな。あー、こっちの方がちょっとかわいいな、ペッパー的には。あ、顔の形か。これは一でいいペコだな。目、あ、これちょっと釣り目か。あれ、これ一回ズームして、目の種類でもこんなにあるペコなんだ。1垂れ目、釣り目、これは何が違うとこなんだろう。1と、4かな。4が可愛い。目の大きさが大きい方が絶対いい。それはもう分かってることペコだから、目の瞳は大きい方が絶対いい。眉、丸の眉出ろ。丸眉ないか。細い、あーあ、結構太い方が可愛いとかない？いや、太い方が可愛いぞ。これ4番だ。鼻の形、あー、かわいいね。小ぶりなお花しててかわいいね。あ、こんなちっちゃくもできるペコなんだ。これちっちゃい。鼻わかんねえ。鼻わかんねえ。みんな鼻わかんねえ。もうかわいい。でもわかんない。花の違いがわかるんだけど、どれが合ってるかがわかんない。顔に4ちっちゃくて可愛いかな。横見るか。横も見て。あー、小さくてわかんねえよ。本末転倒や。そんなん横見ると違うペコだね。横見、これ結構ペタン。これ鼻ちょっと高いな。あー、1かな。1、鼻重要よ。多分横から見てもちゃんとある方がいいペコだから。重要よ。口の形、あ、お口見してね。あら、ちょっといい唇になってるペコじゃん。あ、こういうのもできるんだ。うん、お口ちっちゃい方が可愛い気もするな。あ、でも大きくても可愛いか。あー、選べないよ、選べないよ。え、ちっちゃくても可愛いな。じゃあちっちゃくしようかな。ドラクエマジで間に合わないぞ。待て待て、やばい。もう痩せらせないで。焦らせないでよ。これ色ついてる？これついてんのか色。ちょっと待って、もうやだやだ。ペコちゃんもドラクエのイベントに。あ、え、なんだこれ。あ、耳の形選べるペコなんだ。わあ、悩むねこれ。わー、2かなー。遠く目で見て。うわ、でも上がっててもいいな。いや、4かなー。2かなー。2だなー。まだこれ何？耳の大きさも選べるペコなんだ。おー、あ、めちゃめちゃ、あ、なんだ、大きくもできるペコなんだ。ちっちゃくてよくね。ちっちゃくて、耳はちっちゃくてよし。あ、お耳ちっちゃいねぐらいがいいから。ほくろ？ん？これ何？おお、リリシー。眉毛太くできるペコなんだ。あ、これつけない、つけない。ペコラさん、全力100リロン出てます。あ、すいません。あ、濃くなるんだ。これね、やだ。あー、いいな、こういうおしゃれって大事なんだよな。
ん、ペコーラピアスしてないペコだけど、さりげなく見えるのがいいんだよね、なんか。あーでも両方ついちゃうのはちょっとな、ペコーラいただけない。これ何、ここはつけない、入れ墨は入れませんと。あ、ここはチーク、うわー待って、ララフェルならフェイスペイントありかも。うわーかわいい、かわいい、ララフェルなら あり、あり、なにこれ、クソか、え、あり、ララフェルならありかもしれない、なにこれしない、え、これとかめちゃめちゃ可愛いんだが、どうしよう、でもな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 、ね、でもどうも、どうも、実際どうも、実際どうも、フェイスペイント、え、これで取れる、フェイスペイントってさ、飽きたら取れるの、違うのにしたいなーってできる？もしこれ一生ものだったら考えるわ、一生ものだったらつけないかも。あ、取れる、マジ取るか、ん、そしたらハートにしようかな、なんとね、うーん、ペコちゃんカラーに入れようかな、あ、いいな、もう完全に自分がタトゥー入れるくらいの気持ちになってたわ。オレンジとかでもいいのかな、なんかちょっとさりげない入れれるのがいいよな。うわ、黒でもいい、ひそかかよね95点、なんかさりげないのがいいんだよな。でも黒でもいいな、かわいい、かわいい、うー、かわいい、かわいい、ぬいぐるみ欲しい、うんうん、なんだこのかわいい生き物、うん、おばあちゃんに叩かれるぞ、やばい、うん、この大きさでも虫と思われちまうかな、うん、え、かわいい、これかわいいの多いってことなの、これ何だったっけ、怒ってんの、時代で産んでんのかこれ、急に大人みたい、大人びてるね、あー、もう一度一気でね、悪い、いたずらこそあー、4位あ、これちょっと大人見てるな、あー、1かな、うんうん、あぶねえ、
ればいいのか。みんなどっちにしよう。みんなさ、ペコーラのキャラクリさ、2体見てさ、どっちが良かった？どっちが良かった？うわぁ、ビエラもいいし、ナナマヒルも可愛くできた気がすんだよな。いや、可愛い。アンケート取るか、アンケート機能。こういう時の YouTube のアンケートな。ペコラのキャラ、どっち？最初に作ったビエラか、ナラフィルか。10秒ね、10秒。いくよ。10、9、8、7、6、5、あれ、ちょっと投票して。4番、3、2、1、0。ララフェルだな。ララフェルが、あれだ、65%。OK。いや、ペコアラはどっちでもね、可愛くできたから、どっちでもよかったな。やっぱこれだよな、可愛いペコだよな、ペコアラっぽいよな。これにしよう。これでバースデー決めて、1月の12日。